今選手入場の時を迎えました。サポーターたちが拍手でこの瞬間を後押しします。さあ西谷、足元にボール収まりそうだ。中にはバケンガ、滝田も入ってくる。西谷仕掛けて後ろに下げて藤田、ジョエル、チマ、シュートを狙ってきた。コントロールしたシュートでしたが枠の上です。あ、いいところ見てましたよね。スペースの中で西谷の仕事できるスペースの中で、最後さあ右からも丸橋が蹴ります。今度はインスイング、グッと曲げて低いボール、フリックした、逆サイド加藤、セットプレーでの先制です。セレッソ大阪、加藤睦月、2試合連続ゴール。いや、完璧なスラッシュでしたね。前で合わす、ファーサイドで、に飛び込んでくる、これは完全にこう形を作ったセレッソのコーナーキックでしたね。このスラッシュに対して、まあ、合わすだけではありますけど、いい形でボールを持てています徳島。西谷ヒールから岩尾のクロス、バケンガー、ミートしきれず枠の右。一番いいタイミングの中でゴール前。さあ裏に抜けてくる加藤、ワンタッチで山田のシュート、上福本。相手のプレスを少しかわすようなところでボール触りましたけど、ああいうところでリズムを、ね、作りたいですね。乾を収めて右のスペース、坂本、坂本から松田陸のシュート、上福本、ここもファインセーブ。入ってきましたから、西谷がなかなか、ね、ディフェンスしづらい。丸橋のボールにニアで奥野がフリックしてファーで加藤という得点パターンでした。このシーンはどうか、ここもニアだ。こぼれたボール、後ろから松田陸、ディフレクションのボール、わずかに今枠の外。松田話してますけどね、今ビデオオペレーションルームと更新を行っています。このシーン、かニアサイドを反らした。さあこぼれたボール、またしても奥野が飛び込んできましたが、最後西尾、そして今勝敗を告げる笛が吹かれました。徳島、勝ち点を獲得することはできませんでした。Like, subscribe, push notification. Like, subscribe, push notification.